こんにちは、太極拳インストラクターの竹内健二です。今回の動画は42式太極剣をお送りいたします。ぜひご覧ください。コンブルシャージへの説明をいたします。北東方向にプーブーホンサオを行った後、右の足を左の足に寄せます。その際、剣はカーブを描いて体に寄せ、右の肩を斜めに出しましょう。ゴングになりながら押し出すような形になります。右足に重心をかけ、左の足を寄せます。剣はカーブを描いて体に寄せます。その後、左のかかとを斜めに出しましょう。象ゴングになりながら押し出すような形になります。北東方向にプーブーホンサオの後、ゴングシャージ右足を寄せます。剣はカーブを描いて体に寄せました。右のかかとを斜めに出しましょう。ゴングになりながら剣を押し出します。左の足を寄せる際、剣はカーブを描きます。体に近づけ、左足を斜めに出しましょう。押し出す形になります。プーブーホンサオからゴンブーシャージ、プーブーホンサオからゴンブーシャージ、右の足を寄せます。カーブを描いて剣を体に寄せた後、斜め右南東方向にゴングを作り、剣を押し出します。右足中心、左の足を寄せ、剣はカーブを描いて体に寄せた後、左肩を北東方向についてゴングになりながら剣を押し出します。ゴングシャージへの説明をいたします。北東方向にプーブーホンサオを行った後、右の足を左の足に寄せます。その際、剣はカーブを描いて体に寄せ、右の肩を斜めに出しましょう。ゴングになりながら押し出すような形になります。右足に重心をかけ、左の足を寄せます。剣はカーブを描いて体に寄せます。その後、左の肩を斜めに出しましょう。象ゴングになりながら押し出すような形になります。北東方向にプーブーホンサオの後、ゴンブーシャージ右足を寄せます。剣はカーブを描いて体に寄せました。右の肩を斜めに出しましょう。ゴングになりながら剣を押し出します。左の足を寄せる際、剣はカーブを描きます。体に近づけ、左足を斜めに出しましょう。押し出す形になります。プーブーホンサオからゴンブーシャージ、プーブーホンサオからゴンブーシャージ、右の足を寄せます。カーブを描いて剣を体に寄せた後、斜め右南東方向にゴングを作り、剣を押し出します。右足中心、左の足を寄せ、剣はカーブを描いて体に寄せた後、左肩を北東方向についてゴングになりながら剣を押し出します。今回も最後までご覧くださり誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。また各種太極拳動画をアップしておりますので、そちらも併せてご覧いただければ幸いです。それではまたお会いしましょう。